今週末は節分です。佐世保では丸かぶりにぴったりの贅沢な恵方巻きが登場しました。恵方巻きに使われているのは九十九島トラフグ。九十九島の海で養殖されているフグで、餌にみかんを混ぜているので臭みが少ないのが特徴です。佐世保市の九十九島漁協が養殖トラフグを安定して生産しようと6年前にブランド化しました。このブランド魚の刺身を贅沢に使った恵方巻きが、佐世保市の寿司店藤永本店が節分に合わせて考案した九十九島トラフグ丸かぶり寿司です。フグを食べ、フグがつくっていう形でですね、フグは刺身に使う背中部分をポン酢で1日漬けにして、神社で祈祷したという縁起がいい海苔でエビや卵焼きなどの具と一緒に包みます。お湯の中にさっと通して氷水に落として、外側は火が通ってるけども中が生という形で、火が通った分と生の美味しさどちらも味わえる。今年の縁起がいい方角恵方は南南東です。恵方を向いていただきます。フグの身が外側はふわっとしているんですけれど、中がぐっと引き締まっているので、噛めば噛むほど味が口の中に広がります。幸せです。九十九島トラフグは今が旬。藤永さんは来月末まで佐世保市内で開かれるトラフグの地産地消キャンペーンの一環として新メニューを開発しました。やっぱり大阪で修行してフグの美味しさを知ってたんで、ぜひとも佐世保でも根付かしたいなっていうような気持ちがあって、ぜひ一度食べていただければその美味しさと幸せが来るんじゃないかなと思いますので、ご試食いただければと思います。九十九島トラフグの丸かぶり寿司は来月1日から3日まで300本限定の販売です。2日前までに電話での予約が必要です。さて、県内の路線